マットデーモンは、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、映画プロデューサー。1998年、グッドウィル・ハンティング、旅立ちでアカデミー脚本賞を受賞した。マサチューセッツ州ケンブリッジにて、マシューページデーモンとして生まれる。父親のケント・テルファーデーモンは株式、仲買人、母親のナンシー・カールソン・ページは、レスリー大学の教授。 イングランド、スコットランド、フィンランド、スウェーデンの血を引く。兄のカイルは彫刻家。マットが2歳の時に、両親は離婚し、ニュートンに引っ越す。1988年に、高校卒業後、同年に、ハーバード大学に進学。10代の頃より役者を志し、ハーバード大学在学中から早くで、映画やテレビに出始め、結局大学は中退した。 だが、この決断を後に後悔している。2009年、第66回ベネツィア国際映画祭でのデーモン1988年に、ジュリア・ロバーツ主演のミスティック・ピザで、早くデビュー。1996年には、戦火の勇気にヘロイン中毒患者の役で、出演するため、2日間の撮影のために100日間で18キロの減量を行った。 この時の無理な減量のために数年の間、体調を崩すことになる。無名時代、幼馴染みのベン・アフレックと共に脚本を書くことを思い立ち、授業用に書いた若き数学の天才に関する脚本を映画用として完成させる。しかし、映画化にはベンに見せた1992年から完成の1997年まで、長い年月と右予曲折を要した。 そして1998年、グッドウィル・ハンティング、旅立ちとして、ようやく映画化され、ベン・アフレックと共に、アカデミー脚本賞を受賞、アカデミー主演団優勝にもノミネートされた。2001年、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピットラと共演した、オーシャンズ11に出演。翌2002年には、アクション映画、ボーン・アイデンティティが、大ヒット。2004年には、 続編も作られ、2007年に公開のシリーズ3作目、ボーン・アルティメータムは2億ドルを超えるヒットとなった。2007年、フォーブス氏が選ぶアメリカ映画出演料あたり公衆のランキングで、トム・ハンクスやトム・クルーズの2倍以上の高収役俳優としてトップに輝いた。また、ピープル氏が選ぶ2007年の最もセクシーな男に輝いた。 2007年7月25日、ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた。2009年公開のインビクタス、負けざる者たちでフランソア・ピナールを演じ、アカデミー助演団優賞にノミネートされた。海軍軍属と記念写真を撮るマットデーモン。ハイチ人道支援に派遣された、揚陸艦、キアサージにて、共演した女優と交際することが多く、これまで、 クレア・デ・ンズ、ミニードライバー、またウィノーナライダーやモデルのブリジット・ホールラと交際。2005年に、二人に釘付け撮影中に、マイアミで知り合った、アルゼンチン人の女性、ルシアナ・ボザンバロッソと結婚し、彼女の娘の養父となる。また、2006年6月11日には、実子の第一子となる長女が、2008年8月20日には、第二子となる次女が、 2010年10月20日には、第三子となる三女が生まれた。ケンブリッジで隣人として、交流のあった、歴史家、著述家で、社会運動家のハワード人の自伝的映画、You Can't Be Neutral On, A-Moving t r i n と、民衆のアメリカ史朗読版でナレーションを務めている。第三世界での貧困阻止アイズ撲滅。 ダルフールなどでの大規模な残虐行為の阻止を呼びかけたりと幅広く事前活動を行っている。2002年1月、当時の恋人オデッサウィットミアにクリスマスプレゼントとして4万5000ドルの BMW を送った。ウィットミアはこのお返しとして映画館用の巨大なポップコーン製造機をデーモンに送った。デーモンは早速、この業務用ポップコーン製造機を 自宅の死者室に設置した。2002年1月、大ヒットとなった犯罪コメディ映画、オーシャンズ11のギャラとして、同映画の工業総収益の8%が後で支払われるという条件のもとに、とりあえずは、全金でわずかな手当を受け取った。オーシャンズ11の工業総収益は、国外での収益も含め5億ドルにも上り、デーモン自身に、 最終的に入るギャラの金額は2000万ドルにもなった可能性がある。2008年1月、マイアミのレストランに入ったデーモンは520円くらいのコーヒーを一杯注文したが、帰り際に置いていったチップは10万円相当という。2010年3月、ニューヨークデイリーニュース紙によると、ニューヨークのレストラン、スタントンソーシャルでまるシアナと友人らと食事をし、400ドルもの チップを残した。ありがとうございます。